球根が膨らんだせいか鉢がねちょっと反り返ってるの分かりますか。こんな感じで2つちっちゃな赤ちゃんの球根ができてました。取った後の管理の仕方がとても大事になってきます。はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は皆さんもうね忘れてるかもしれないんですけども、以前育てていた球根植物覚えていますか。ラナンキュラス、アネモネ、ムスカリ、スイセンをね育てていました。それの今回は掘り上げ動画を撮っていきたいと思います。今回の動画を見ていただければ掘り上げる時のタイミングと掘り上げ後の管理の仕方がバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回は昨年の秋とか冬に植え付けをして、今年の春に花を楽しんだラナンキュラス、アネモネ、ムスカリ、スイセンの掘り上げの動画を撮っていきたいと思います。詳しく話す前に、まず球根の掘り上げる状態になるまでの定点カメラのタイムラプス動画がありますので、まずはそちらをご覧ください。ではいってらっしゃい。はい、いかがだったでしょうか。徐々になんですけども球根が枯れてきているのが見て分かったかと思います。最初はですね、外に置いて管理をしていました。外に置いているとね、どうしても雨が当たって球根を完全に乾燥させて球根を休眠状態にすることは難しいです。なので葉っぱの色が黄色くなって、だいぶ黄色くなったなとか、茎が枯れてきたなというところで、このビニールハウスの中に入れて水やりを一切せずに乾燥をさせました。そうするとね、定点カメラの動画にもあったかと思うんですけども、みるみる茶色く黄色く葉っぱがなっていったかと思います。早速ですね、今の現在の様子がありますので、そちらを見ていきたいと思います。はい、じゃあね早速見ていきたいと思います。まず一つ目がじゃん、こちらムスカリです。こんな感じね、まだちょっと動いているのはあるんですけれども、こんな感じで大多数がもう枯れて休眠状態に入っています。こんな感じで綺麗に茶色く枯れてしまっています。次がスイセン、スイセンもこんな感じでね、まだねこんな感じで、芽が残っている、青い芽が残っているものもあるんですけども、こんな感じで完全に枯れて簡単に取れるようなものもあります。次がこちら、こちらがアネモネになります。アネモネはねもう完全にこんな感じで茎とか葉っぱとかも完全に茶色くなっています。で最後がこちらラナンキュラスです。ちょっとまだねこちら芽が生きているものがあるんですけども、こんな感じでほとんどがもう枯れ込んでいます。なので、こんな感じね、枯れ込んだ後に今また水をやってしまいますと、十分に休眠をしていなければまた新しい芽が出てきたりとかしますし、活発になって球根が腐れる原因になりますので、一旦水を切り始めたら水を与えないようにしてあげた方が基本的にはいいかと思います。でこの後の管理についてなんですけども、2パターンあります。まず1つ目、場所とかがある方の場合だったらこの状態で日陰とかに置いておいてもいいです。次のね植え付けをするまでこの状態で管理するのでもいいかと思います。こう土がね乾いているように見えるかと思うんですけども、若干ですけども土の中に水分があったりして、いい状態で次の芽が出るまで
この状態で置いておけば、土の中に置いておいても問題なく夏場しのいで、秋とかにまた水をやれば芽が出てきてますし、場所があったりとか面倒くさい方はこの状態で管理をしてもらってもいいです。ただ一点ね、こうやって生えてるこういった茎、ね、枯れてる茎とかは取ってあげてね、この状態だと何が植えていたか分からなくなっちゃいますので、ラベルなどにちゃんと名前を書いて置いて忘れないようにしてあげるといいかと思います。ただね、やっぱし球根がどんな感じになっているか掘ってみたいという方が大半だと思います。なので、まあ、掘った方がこの鉢とかをね、次の花、夏とか秋に楽しむための 花に鉢を使ったりもできますし、場所も取らないのと、やっぱし球根の状態を一番見てみたいですよね。なので掘り上げた後の保存法について今から話をしていきます。園芸チャンネル。じゃあせっかくなのでこの水仙の方から見ていきます。こんな感じでね、乾燥しています。砕いていくと、こんな感じで、こちらが親の球根ですね。その横からこんな感じで2つちっちゃな赤ちゃんの球根ができてました。でこんな、こんな感じで1つから3つに増えました。ただね、正直これちっちゃいので今年の秋植えても来年の春球根が咲かないかもしれません。ただね、こんな感じで分球をして球根の場合は増えていったりします。ただもうちょっとね、葉っぱがね、緑が残ってるのでもう少し置いてあげた方が本当はいいかと思うんですけども、今回はね、せっかくなのでこの動画撮りたかったので今やっちゃってます。なので皆さんのご家庭でやってる場合はこの葉っぱが完全にね、黄色く枯れるまでね、置いてあげる方がいいかと僕は思います。見てくださいね、表面は乾いてもこんな感じで、土の方はじんわりとこんな感じ湿気がまだ残ったりしてますので、なのでもうちょっと置いてた方がね、球根自体も膨らむかなというのもあります。こんな感じでこっちも球根が2個入ってますね。はい、水仙はこんな感じで球根が分球していました。じゃ次のお花に行ってみたいと思います。次のお花はこちら、ムスカリをやっていきます。せーの、よいしょ。見てください、ほら、わかります？これここ見たらね、ちょっとわかるかと思うんですけど、球根ができた、球根が膨らんだせいか鉢がね、ちょっと反り返ってるのわかりますか？本来ならこうまっすぐなんですけども、植物の球根の引き体の力でちょっと曲がってるのがわかるかと思います。すごいですね。よいしょ。さあ、そうそう、ムスカリはね、こんな感じで下に鉢底石を入れて管理をしていました。でこれを見てみると、ああ、ムスカリはそこまで、ね、ちっちゃいのしかできてないですね。見てください、これだとね、ちょっと正直厳しいかなと思います。このムスカリ分球してるんですけども、どれもまだまだムスカリが、子供のムスカリはね、ちょっとちっちゃいですね。これだと多分分けてやっても枯れちゃいますし、これね、取ってね、やって育てても
芽が出てこないと思います。ちょっとね、密植させたのと多分養分が足りなかった、一個一個のムスカリに使える養分が少なかったのでこんな状態になってるんじゃないかなと思います。でたくさん子供ができているんですけども、多分どれもこれは来年の秋に植えてもうまく育てないと思います。見てください、これすごいですね。こんな感じすごくできてます。すごいですね、こんな感じで、やっぱ密植させるとやっぱしダメですね。ただね、この親は今年の秋も使えるので、今年のまあ子供がね増えなくてもこの親を使ってあげればいいかいいと思います。はい、じゃあ次にこちら、次はアネモネを見ていきます。あるかな、こんな感じでアネモネの球根ができてます。去年は今回のちっちゃな球根だったんですけども、こんな感じで大きな球根に変わってます。ちょっとこれまだね分球するのは難しいかなっていうような状態かなと思います。これも、あ、これはちょっとちっちゃい状態のままですね。これは来年使えるかわからないですね。かなりちっちゃい、どこ行っちゃうかわからない問題が発生してますね。あ、でもこれちっちゃいな。マネモネはなんかうまく球根が膨らんでない感じがします。ないですね、はい、マネモネはちょっとねうまく膨らんではないんですけど、一個はね大きな感じになったんですけども、あとのアネモネはこんな感じで前と同じ、親と同じような状態で、おそらくこれ親がそのまま残っているかと思うんですけども、そのような状態でした。最後にこちらのラナンキュラスをやっていきたいと思います。せーの、よいしょ。ラナンキュラス本当だったらね、もうちょっとこれ完全に乾くまで放っておいた方がいいかと思います。水をやってないんですけども、こんな感じで湿ってますので、完全にこちらまだラナンキュラスが乾燥してません。ただちょっと今回はねもうやっちゃうんですけど、皆さんはちゃんと完全に乾燥させてから取るようにしてください。さあどうでしょう、こんな感じで、わかりますか、ちっちゃな、ほらちっちゃなラナンキュラスのこちら球根ができてます。この手みたいなね球根が特徴的なラナンキュラスなんですけども、こんな感じ、一つの茎から一本ずつ、ほら見てください、わかります？こちら出てますよね。一つの茎から一本ずつね出てます。で茎はこんな感じ、ポンポンで取ってもらっていいので、見てくださいね。よいしょ。ここは終わって、これどうだろう、まだね、ね。芽が出てるからな。本当だったら芽が完全になくなってからやった方がいいですね。まだ休み入ってないです。こんな感じで、まあ、まだねほら分かります、根っこは生きてるんですよ。まだこれ休みに入ってなんで、ちょっとね、やっぱこういう状態だとなかなか微妙かなと思うので、ちょっとねこういった芽が生きているのであれば乾燥するまで、この芽がね茶色くなるまで待ってあげた方がいいかと、待ってあげた方がいいです。あら、こんな感じですね。あ、ちょっと掃除ちょっとちっちゃくなっちゃいましたね、芋が。
あ、これはでかい。これはいい感じがしますよ。あ、でも品種によって全然違いますよね。あ、これは大きな芋になってますね。ちょっと寒いかな、これ。ほら、見てください。これ、ほら、大きな芋になってます。まあ、これミックス買ったので、品種によって成長スピードも違うので、こんな感じで大きくなるものと ならないものが出てきています。でもちょっと腐れちゃってるかな。わ、見てください。これではすごい大きいですね。大きな芋になってます。でね、ラナンキュラスの芋が取れました。よいしょ。こんな感じでラナンキュラス、アネモネ、スイセン、こちらムスカリ、芋が取れました。でね、こんな感じで取った後の管理の仕方がとても大事になってきます。基本的に直射日光は NG です。直射日光が当たるところに置いてしまうと必要以上に球根の水分が取られてしまって、球根がダメになってしまう可能性がとても高いです。なので基本的には日陰で風通しがいい場所に置いてもらえば問題ないです。特にね、なんか袋とかにくるんだりもせず、このような状態で日陰で乾燥させて置いとけばいいです。で、その中で水がかかったりとか湿ってしまうと球根が腐れる原因になりますので、絶対に水を与えないようにしてください。あとなるべくね、日中温度が上がらないようなところにも置いておくのはとても大事だと思います。本当に風通しが良くて光が当たらなくて比較的涼しい場所に置いてあげると、また秋にね、これを植えれば新しい芽が出てきて、また来年にしっかり育ってくれますので、そんな感じで管理をしてください。土の中で管理するときも同じです。土の状態で、中に入れた状態でお水を一切やらなくて、日陰の場所で風通しがいい場所に置いてあげて、まあ、秋に、ね、掘り上げたりとか、その鉢で、ね、またそのまま育てたりとかしてもらえたら、また来年に花が咲いてくれますので、そういった感じで管理をしてください。園芸チャンネル、はい、ということで今回は秋植えた球根の掘り上げと掘り上げ後の管理のポイントについて動画を撮っていました。どの球根でも同じなんですけども、基本日陰に置いてください。で、水を絶対かけないように管理するのがとても大事になってきます。絶対に温度が高い場所、日向に置かないようにしてあげるのもポイントになりますので、注意してもらえたら嬉しいです。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいていいねと思われた方、ぜひ高評価お願いします。有機の園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まで園芸ガーデニングが好きな方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますので、ぜひ応援よろしくお願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。